どの意味で。マジか、うん、中ほどまでは行けるって書いてあったが、中深み隧道これ無理だろ。長靴持ってきてる。水がびっちゃびっちゃだ。まあとりあえずこの入り口ぐらいには来ているわけですけど、なんか感じます？なあ、もう感じなあ。うそーん。帰りが怖い。難しそうですか。大体このぐらいまで土は積もっとる。あ、そのぐらいの高さまで。うん。この時なんかじゃあ土で埋め立てるけどな、このトンネル。どれで戻るんや、俺。面倒も怖い。帰ろう。帰ること考えてなかった。来る？あの、帰るのどうしようって言ってる人がいるのに行けないですよ。これはやばい。あのさ、このね、半分まで、はい、どこまで続いてるか知らんけど、半分まではこのぐらい、うん、このぐらいまでずーっと続いてる。どこまで続いてるかわからんけど、見る限りでは20メーターぐらいは、ここまで来れる。行った方がいいかい。ライトで見たい。下照らしてこいよ。結構やばいです。ああ、うん、これは1メーターぐらいジャンプしてんだ。ほ、君無理だろ。あれ、声が聞こえた。俺の声じゃない。奥から声が聞こえた。女の子の。ああ、俺ではないな。その先まで来れる。それ硬いで。これもいっぱいか。せやな、どこまで続いてるかわかんねえな。は？
怖えな。これは夜来るの怖えぞ。さあ皆さん、どこまで続くか飛んでるかわかんないんだけど、あんまりいい空気ではないですね。向こうは塞がれとるね。うん。よいしょ。いつもだったらね、顔の認証がつくけど、何一つ認証はつきません。まあこういう土で覆われてますね。うん。かといって嫌な霊気がおるかっつったらないですね。はい、きれいに。さあ帰りはどうやって帰ろうか悩んでおります。はい、あ、ここでもう土のうが積んであって、奥はもう壁で見えないみたいですね。うん、これこんな風になってますね。これ以上行けそうにないですね。うん。うん。こんな状態ですね。まあ心霊スポットといや心霊スポットじゃないですね。はっきり言えばただのトンネルですね。うん、僕から言わせると。うん。こんだけ人が手を加えたということだから、まあ心霊スポットではないことは間違いありません。皆さん、行けたけど帰りはどう帰るか悩んでます。はい、悩んでます。はい、なんか上になんかおるやな。怖いな。匂いはまあ土臭い匂いがするだけで、まあ心霊スポットっていうことでもないですね。ただの廃墟トンネルっていう、廃トンネルっていうのかな。まあ皆さん来ない方がいいです。うん。ムイ君は結局来なかったです。なんて人でなしの人なんでしょう。さあ僕が今度は問題です。どうやってあそこまたジャンプするか。よいしょ。いやー参った。でもね、さっきね女の子の声が聞こえたんだよね。何やったんやろね。だけど霊気を感じないっていうことは空耳だったんでしょうか。いや本当にあのね、全く何も感じないトンネルでした。はい、僕が今こうしてね来てます。皆さんには申し訳ないんですけど、ただのトンネルの動画になります。すいません。どうやって帰ろうかな、ね、このトンネルね、記事を見ると、うん、またトンネル内部から女性らしき声が聞こえたという話も聞かれる。だから今聞こえたんやって俺、うん、あだからああ合ってるって思って今女の声が聞こえたからあれって思ったんや。だけど消えたんや。ここの辺で聞こえたんやって。この辺で、あ、割と近かった。うん、入
入ってくるのっていう声が下で、気になったんだけど、女の子の声が聞こえる。うん。あ、そうなの？はい、記事にそう書いてあるし。あ、そうなんだ。俺真っ先に言ったもんな、女の声聞こえるって。うん。あ、そうなんだ。女性の幽霊、男性の幽霊、少年の幽霊が分析されているためってあるけど、うん、でもこの記事の心霊現象としては、うん、まあ、女性らしき声が聞こえた。うん、女の子の声が聞こえた。らしきより、あれは完全女。おー。入ってくるのって言ったら俺ね。うん。でも顔認証とかも初めて、トンネルで1個も出るの。本当にじゃあゼロなんだ。うん。ほら、今も聞こえた。帰れって。その通りじゃん。何その笑いって。うん、鼻で笑った。よそでも同じこと言われてるからだよ。いや、すげえ、女の人の声が頻繁に聞こえるって言った。僕じゃねえか。何も見えねえ。よいしょ、はい。ちょっと待ってくださいな。ちょっと待ってよ。57歳。俺にぶつかる勢いでジャンプする。よいしょ、よいしょ。運動神経いいもん。心配してそうした。言わないけど運動神経がいい。大事な靴が。はい、奥まで行ってきたけど、奥は、なんか壁がありました。はい。で、まあ、初めてトンネルの中で顔認証のマークが映らなかったのも初めて。だけど、女性の声は確かに聞こえました。はい、これは間違いない。うん。うん、ちょっと子供に近い声かな。女性ではないって言ってもいい。うん、女子高生ぐらいのそういう若い子って話？そうだな、中学生から高校生、声変わりする手前ぐらい、はあはあうん、の声がしました。うん、ここは確実に言います。ではここでも皆さん最後黙祷。お邪魔しました。ありがとうございました。お邪魔しました。すみません、失礼します。お、さよならだって。お、ありがとうございます。失礼します。やっぱ礼儀正しくするって大事なんやろ。そうだね、礼で始まり、礼で終わるってやつやね。幽霊だけに。幽霊だけに。考えること一緒。あのトンネルの女の子の声も気になるんだよな。なんかすごい親しみのある声やったんだけどな、俺には。なんか知り合いの声に似てる的な。それなんかすごい優しい声やった。あ、すいません、今ちょうど黄色い柵の後ろ側に多分あの声書いてたの、あの女の子です。ほう、遠いな。おい、ちょっと多いかもしれないんですけど、あの柵の向こう側、ん、地面に突っ立ってるあのあれ遮るやつ、黄色いあの虎立ての向こう側に女の子がこのぐらいの高さだから、小学校から中学校かな。おう、うん、顔反応しない？多すぎるんじゃないかな、多分。嘘。ズーム。あ、離れる。離れる。いや、ちょっと待って。
ってますよ。おお。そっか。なあ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。早い。チキショウ、ダメか。今ドアップにしてんですけど、今も今近いところで声が聞こえるんですよ。ね、ここ夜撮影は無理です。はい、無理です。あのトンネルはちょっと川を飛ぶ勇気はありません。暗いとこ。でも確かに女の子の声は聞こえます。はっきりともう入った瞬間に声が聞かれたから。うん。うん、本当にこのぐらい、このぐらいの僕から行くとこのぐらい。まあまあでかいな。でか、うん、まあでも中学生、そう、ほんでね、高校生くらいでしたから。髪はね、ほんと、このぐらいかな。ここまでこういうふうにバサッと。セミロング。で、こういうふうに分けてあるから、多分前髪も長い子だと思います。うんうんうん。うん、ほんで、中肉中背、デブではないんだけど、痩せてもいない。うん。うん、そしてね、どうだろう。とても優しい笑顔、手を振ったぐらいだから、なんだろう、気に入ってくれたんかな、僕のこと。まあいい子ではあるんでしょうね、うん、分かんないですね。で、服といえば、そうだね、服はね、トレーナーとジーンズって感じの。あれ、最近の子だな。最近なのかな。でも古いぞ、トレーナー自体が昭和とか、うん、赤のトレーナーで、ミキハウスではないな。なんていうかさ、ここさ、その2001年に、うん、あのさっき通ってきたでっかいトンネル、うん、ができて、ここ封印されてるんですわ、うん、それより前にバイク事故がいっぱいなんかこの付近であったっていうけど、それバイク乗りそうな格好かい？まあトレーナーとジーンズだったら乗るしょおるな、乗るやつは。ちょっとお茶着系は乗れそう。ああ乗る、うんうん、そんな感じ、うん、あのハイカットじゃないけど、あのコンパースのハーフやった、この足首の、うん、うん、だからうん、入っても平成、まあ2001年なら平成やな、うんうん、だからまあそんぐらいのあれだと思うんですけど、まあバイクに乗る形っていや、バイクに乗ってる形だわな。あの記事だと、うん、バイク事故があって首なしライダーが出るらしい。それは出ねえって思って、あいつ乗ってたんですけど、うん、あのまあバイク事故自体があるなら、そういうバイクに乗る格好ならワンチャンあるのかなって、事故し自体は普通にツーリングする、ああいう今カージャン着てさ、格好つけてるけど、うん、昔はそんな格好つけてバイク乗る人いなかったから、はい、平成のあの当時は、はい、まあ全然ワンチャン、そういうなんかバイクで事故った子も可能性もある。そうそう、うんうん、だから決して悪い気は持ってなかったで、うんうんうん、マイナス波動をバンって出してくるわけでもないし、うん、うん、来ちゃダメって言ってただくらいだよね。まあ、夜になると変な人が来るからじゃないかな。なんか来るのか、まあ入れるしな。来ちゃダメって。